はい、どうも、なおちんです。さあ、今日も、妖怪学園 Y、YY 学園生活をやっていきます。チャンネル登録、高評価をよろしくお願いします。それでは、行きましょう。さあ、今日はね、最適性キャラで、ソロ攻略、やっていきます。倒すのは、裏ボス、マゼラギガースですね。アースウォーカー、ノア、で、行きます。おそらく、ノアが、最適性だよね。一番早く倒せると思います。あ、で、装備が、これですね。グランゾートネコスカドライブを4つ装備しております。いきまーす。さあ、何分ぐらいで倒せるでしょうか。ブルームーンが9分ぐらいだったかな。なんで、もっと早くいけるでしょう。あ、まずは変身。なんで、ジンペイ動き早くない？なんか最初からステータスがアップしてるような気がするんだけど、なんか動き早かったよね。しゃっ、あーもう、よし、いいよ、はい、とりあえず必殺技だよ。あ、これがもうキャンセルしまくって、とにかく強い。辛い、いいね。無料攻撃もそこそこのダメージ与えてる。オッケー、強っ。あー、どこ打ってんの。ダメージもやっぱ入るし、ついでに、ポーズも取れて回復できるんで、めちゃくちゃいいよね。あれだよね、吹っ飛ばしをするからポーズが発生するんだよね。強すぎないか、やっぱり。うん、火力としてはブルームーンの方が上なんだよね。ブルーストリームの方が火力は上なんだけども、おお、このキャンセルしたりするのがよ、強すぎる。これは絶対速い。 OK、 いいよ。密着してりゃ当たらない。いいね、よし。あー、危ない危ない危ない。多少のダメージつけたとしても回復するんで、あー大丈夫です。回復アイテムはちょっと最後まで取ってこう、なんかもったいないって言いますね。いけ、いけ、いけ。そうなぐらい強い。あー、よっしゃ。あ、これはさ、力を上げていこう。力を上げていく感じ全然違うよ。このラインにいこう。誰？よっしゃ。オッケー。ああ。抜けれなかったし取っちゃった。で、おお。ください。いけ。問題なし。あ、もう HP 半分減らしそうですね。グレート化しまーす。あー、もう何してんの、何をやってんの。もうグレート化した。何をやってんだい。よっしゃ、早いね。よし、いい、大丈夫大丈夫大丈夫。おお、ちょっと怖かった。変にキャンセルしてね。ああ、ちょっと待って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 、わけわからん、とんでもないダメージした。すっげえラッシュきたな。ああ、許さんぞ。待てって、ノアでもね、やっぱり油断したら死ぬわ。全然死ぬ。やっぱこいつ強い。やばい。よし。でも油断しなくてもね、死ぬんだよね。攻撃をなんか重ねられたりとか、なんかそういうのが重なってくると、ダメージがね、もろに食らうんだよね。OK、OK、OK。耐久力結構上げたとしても、やっぱり2000は
ブレイク化したボスから食らうんで、うん、やっぱりこいつは最強のボスかな。はいはいはい、まさか死ぬとは思わなかったな。 OK、 まあまあもう勝ちょ、もう勝とう、うん、でももう絶対じゃないからね、勝てるのは。下手したらマジで簡単に残り1発とかになっても死ぬからね。 OK、 やっぱ危なかったわ。あー最後の最後、油断すんなよ。はい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 、プロテインがある。よっしゃ、多分あと2発打ち込めば倒せると思います。うそ、マジか、あぶな、あぶねえ、終わりだ。いやー、やっぱ強いわ。はい、ということで今日はアースウォーカーノア使って裏ボス行ってみました。一度やられましたね、やられちゃいました。うん、やっぱりどんな装備つけていっても食らうときはガッツリ食らうもんね。なのでちょっとソロではやらない方がいいね、やっぱりね、危ない。はい、ということでまたやっていきます。チェックをよろしくお願いします。そしてチャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。